皆さんこんにちは、ともりあなたです。今日はですね、本当はすごいシリーズまあこれシリーズなんだって気づいた方もいると思うんです。今まで化粧水とか美容液とかご紹介してきたんですけれども、今日は本当はすごい洗顔ということで、結構洗顔いろいろあると思うんですが、これは本当に画期的な技術を入れてるなって思っている洗顔を3つご紹介したいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。洗顔ってね、本当に安いプチプラからハイブランドで1万円とかするようなものたくさんあるんですよ。それぞれいいところはあると思うんですが、今日は技術だったりとか、あとは肌タイプとか悩み別にね、ちょっと上げてみたいと思いますので、気になる方は最後までチェックしてください。では早速、本当はすごい洗顔一つ目はこちら、 N オーガニッククリアホイップフォームです。このクリアホイップフォーム、名前とこのねポンプがついていることでお分かりな通り、こんな感じでモコモコモコっとした泡で出てくるタイプの洗顔料になってます。もちろんこの泡のね細かさだったりとか、あと香りの良さとかもいいなとは思うんですが、なんといっても実はこれ泡タイプの酵素洗顔なんです。皆さん酵素洗顔好きですよね。でも酵素洗顔ってだいたい粉だったりとかで、自分でこう泡立てることがマストなものが多いと思うんですよ。実は洗顔料っていうのは、そもそも泡を立てることによってで、しっかりと肌の汚れを落とすっていうことが分かっています。確か花王さんだったかなの実験で、通常に泡を立てたものと高密度に泡を立てたもの、要はしっかりと泡立てフォームとかで泡立てて、同じ洗浄剤ですよ、使った時もどれだけきちっと汚れが落ちるかっていうと、やっぱり高密度の泡の方が落ちる。なので泡がしっかり立ってる方が逆に肌に界面活性剤が触れづらくて、泡で取っていくっていうことがあるので、やっぱり同じ洗顔料でもしっかりと泡を立てた方が肌にもいいし、あとは汚れもちゃんと落ちるっていうことを実験してたデータを見たことがあって、やっぱり泡を立てるってことはすごく大事なんですよ。ただ酵素洗顔ってなかなか泡立てが大変だけれども、やっぱり酵素で余分な角層をケアすることで肌のターンオーバーが少し乱れているものを良くしてくれるっていう効果期待できますし、あとなんといっても酵素洗顔のいいところっていうのは毛穴の黒ずみだったりとか、あとはくすみ感ですよね、顔のパッと一掃してくれるじゃないですか。なんですけれども、やっぱり泡立てるっていうところがちょっとネックだった。それを解決してくれたのがこの N オーガニックのクリアホイップフォームなんですね。酵素っていうのはお水に溶かすと活性といって働きが弱くなっちゃうので、絶対に粉末状だったりパウダーだったりしてたんですが、 N オーガニックさんの技術でこれにはパパインっていう酵素が入ってるんですが、そのパパインをカプセル化して泡に入れてるから、肌にのせた時にもそのパパインの活性が残ってるっていう、意外とありそうでなかった泡の酵素洗顔になるんですよ。これがね、発売されたの確か2年ぐらい前だったかな。今でもあんまりこの泡の酵素洗顔って見ないなと思っているので、酵素洗顔はしたい、毛穴も気になる、くすみも気になる、だけれども泡立てがあんまり上手じゃないで、酵素洗顔使うと肌がめちゃめちゃ乾燥する気がする、だけども毛穴ケアをしたいっていう人には、もしかしたら泡立てっていうのがネックになってた可能性は大きいので、泡立てて肌にもいい、プラスアルファ酵素もしっかりとあるっていう、実はすごい洗顔っていうので、こちらご紹介してみました。なので毛穴が気になる人だったりはぜひぜひ試してみてください。続いてはこちら、オルビスユーファーミングウォッシュです。これはさっきとは違って、こうやってペースト状で泡を立てるタイプになっています。これペースト状なんですけれども、めちゃめちゃ泡が立ちやすいんですよ。なのでちょっとやってみると、本当にモコ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 っていうしっかりと密度が濃い泡がネットとかを使わずにできるっていうのもポイントなんですけれども、こちらのオルビスユーのファーミングウォッシュのすごいところは、実は導入洗顔と呼ばれているぐらい、これで洗った後に次の化粧水を浸透しやすいような肌にしてくれるっていう優れものなんですね。それがどういう機序かっていうと、このオルビスユーの独自成分であるハイドロキャッチ製法っていうものがあって、それがですね、珊瑚礁抽出液と塩化ジメチルジアリルアンモニウムと、あとはアクリルアミドの強重複合体からできているもので、これはちょっと難しい話になるんですけど、肌の電位といってプラスとマイナスに肌は傾いてるんですが、その電位を変えることによって、要は次の化粧水の
電荷としっかりと密着してプラスとマイナスで引っ張り合うような製法にするんですね。なので洗うだけで汚れを落とすだけじゃなくて次の化粧水の入りも良くするっていうことが分かってるんです。私これちょっと意地悪っていうか、もしかしたらこれってオルビスだけ、例えばこのねファーミングウォッシュには去年大ヒットしたオルビス U のトロパシャの化粧水あるじゃないですか、あれと一緒に出たシリーズなので、もしかしたらこのブースター効果があるのはそのオルビスの化粧水だけなんじゃないかって思って問い合わせてみたんですよ。そしたらもちろんトロパシャの化粧水と相性が一番よくは設計してるんですけれども、この次のね化粧水を入れ込みやすいっていう電荷を変えるっていうもの自体は他のお化粧水と使っても効果はきちっと出るように処方してますっていうふうにおっしゃってました。なのでもちろんトロパシャの化粧水も私は大好きで、やっぱりこれを使うときにあの化粧水を使った方が相性はいいと思うんですけれども、今までね美容液いっぱい使いたくって導入の美容液も使ってた、美白も使ってた、タレも使ってたっていう人だと洗顔にそのブースター効果があるっていうのはちょっと嬉しいのかなと思います。で結構泡立ちもいいし、あとは保湿成分のポリクオタニウム7だったかな、肌にしっかりと水分を残しておくような成分も入っているので、もちろんオールマイティの方に使える洗顔料かなというふうに思います。続いてはこちら、ソフィーナ IPE リニュームースウォッシュです。こちらはですね、さっきの酵素洗顔と同じように泡で出てくるタイプの洗顔です。ソフィーナといえば顔、顔といえば炭酸ですよ。本当に炭酸のことを研究させたら顔さんの次に出てくるところはないんじゃないかなっていうぐらい、世の中には結構炭酸を使った洗顔料って歌ってるものって多いんですが、結構あれ炭酸ガスだけじゃなくて LP ガスっていうガスを噴射する時によって炭酸を作るというか、なので炭酸が 100% というか炭酸だけで作るっていう技術ってなかなかできないんですよ。っていうのも炭酸だけで作っちゃうと泡がねヘニャヘニャヘニャってなっちゃうんですね。なので炭酸で洗顔を作るってまあ大変だからこそ LP ガスを使ってモコモコにして、そこにちょっと炭酸を加えてっていうことをするメーカーさんが多いんですが、まずこのソフィーナ IP のすごいところはそういったものじゃなくて高濃度の炭酸を入れてきてる。なんだけど泡がさっき見せたみたいにしっかりとへたらないっていうところがポイントになってきています。じゃあ炭酸のすごいところって何なのっていう感じだと思うんですが、まず炭酸っていうのは肌にのせた時にですね血流が良くなるので、それこそ次の化粧水の入りが良くなったりっていうところなんですね。私たちの角層っていうのはちゃんと自分でね剥がれ落ちる力があるんですが、それをサポートしてくれる、だから無理やり剥がすんじゃなくてサポートしてちょっと余分なものを出してあげるよっていう効果があるので、軽いピーリングといったらあれですけどターンオーバーをちょっと正常化させるような感じがあるので、くすみ、血流も改善するからのくすみもあるし、そういう角層ケアもできるくすみ改善っていうのもあるんですね。あとは使うことによって角層の脂質構造がちょっとだけ緩むんですね。なので次の化粧水の浸透も良くなるっていういいことづくめですよね。そこにですねこの高濃度の炭酸を入れるっていうことで、実は界面活性剤をそんなに入れなくてもそういう汚れとか皮脂をしっかり吸着するっていうことが分かっているので、実は界面活性剤がすごく少なくて済んでる。だからこそ乾燥肌とか本当に皮がね乾燥で剥けちゃうよみたいな方にも安心して使える上に、肌のさっき言ったいろんな効果で水分量も上げていくっていう、実は本当にすごい洗顔なんですよ。もちろん普通の LP ガスの炭酸の洗顔よりはちょっとへなり感はあるんですけれども、それにしてもやっぱりここまで高密度の泡を作りながら炭酸の良さを享受できる、恩恵を受けるっていう洗顔って顔の技術しかないなって思っています。で顔にはいろいろエストだったりとかアルブランとか繊細とかあるんですが、ベースそこに美容成分とかがいろいろ載ってるっていう風に思っていただければいいと思います。なので本当にエイジング化したいとかもっと美容効果をっていうんだったらそういうブランドさんをお使いになる方がいいかもしれないんですが、とりあえず乾燥肌でいろんな洗顔がちょっと苦手だけどくすみも改善したいし肌の水分量も上げたいっていう人にはかなりお手頃ですし、いいんじゃないかなと思う洗顔になります。ということで本当はすごい洗顔料3つご紹介しました。各メーカーさんすご
ごい研究のベースで本当にびっくりするような技術が搭載されているもの3つになります。もちろんねこれ使ってましたよとか知ってましたよっていう方も多いと思うんですが、知らない人はですね一度自分の肌質に合ってるとか悩みに、ね、合ってるものを使ってみるといいんじゃないかなと思います。ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日の内容良かったよっていう方はですねグッドボタンを押していただいたりチャンネル登録していただけると大変嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。